フィギュアスケート、世界国別対抗戦、18日。マルゼインテックアリーナ大阪フィギュアスケート男子の措置。ピョンチャンゴリゴに連覇し。今大会は SP、SP2 フリー2位だった羽生譲る、26、イコール ANA イコールはエキシビションで、東日本大震災の復興支援ソング、花は咲くを演じた。3月で震災から10年の、節目を迎えたばかり。 コロナ禍の今季は、当時と同じような思いを抱いた瞬間があったという、異例のシーズンを柔らかな舞いで締めくくった。また、この日は大会出場者によるオンライン会見も行われた。マイクを握り、ハブは会場へ呼びかけた。様々な困難があった中、こうしてこの場にいます。僕たちの演技から、 希望や勇気、そして苦しい中、何かの光になれることを願っています。黄色が貴重の衣装で、一輪の花を手に、ハブは花は咲くを待った。3.11から10年、節目の時を迎えて気づいたことがあった。コロナ禍による自粛生活からスタートした今季、序盤の GP シリーズを欠場し、ニュースや報道を見て、 コロナの大変さ、いろんなことを考えながら過ごしていたという。その中、今季と10年前のシーズンとが重なった。感謝の気持ちがすごく出てきて、僕は応援している立場じゃなく、応援されているんだとすごく感じられた。結果として、自分は滑っていいのかな自分が滑ることで何かの意味をちゃんと見出していければ、それは、 自分が存在していいのかなと思った感謝の舞。そんな羽生へ。アリーナのファンがライブ会場のペンライトのように次々にスマートフォンのライトを照らし星空を演出した。幻想的な花は咲くで今季を締めくくった。来季。見据えるのはクワッドアクセル4回転半の成功。17日の公式練習で国内。 初披露したが、もっといいです。本当は、もっと近くなっている。はっきり言ってめちゃくちゃ悔しかったとハブ。この悔しさをバネに、がむしゃらさも備えつつ、冷静にいろんなことを分析して、自分の限界に挑み続けたい。世界初の大技成功へ。感謝と悔しさが、オフシーズンもハブを支える。 羽生譲るが語った、滑る意味ニースでの世界選手権と重なる、感謝の重いフィギュアスケート国別対抗戦のエキシビションが18日、マルゼンインテックアリーナ大阪で行われた、男子で五輪連覇の羽生譲ーる26イコール ANA イコールは、コロナ禍のシーズンと、発生から10年を迎えた東日本大震災を思い、復興支援ソング、 花は咲くを待った。オンライン取材では、滑る意義について触れ。前日17日の練習でのクワッドアクセル、四回転半ジャンプ挑戦の意図についても語った。葛藤を抱えつつ戦い抜いたコロナ禍のシーズンを終え。ハブには見えてきたものがある。自らも被災した、東日本大震災から10年。あの頃と重なる部分が大きかった。 17歳で初出場し、銅メダルを手にした震災翌年の12年世界選手権、ミースが浮かんだ。あの時は若くて、被災地代表は嫌だって。日本代表で自分の力で取った派遣なんだから、被災地代表って言われたくないという気持ちもあったと、正直な思いを口にしながら続けた。最終的に感謝の気持ちがすごく出てきた。 僕が応援している立場じゃなくて、応援されているんだと。そういったものがまた今回感じられた。自分は滑っていいのかなと。自分が滑ることによって、何かの意味をちゃんと見出していければ、それは自分が存在していい証なのかな表情に上がる意味を自らに問いながら、出場を選んだ全日本選手権からの3試合、 誰かの希望の光になりたいと願ったハブのもとにも色濃い光が注いだ。17日の練習では来季投入を目指している四回転半ジャンプに挑んだ試合の場所でやることに意義があるかなとまた一人で練習することになると思うので刺激がある。 すごい上手な選手がいる中でやった方がイメージも固まりやすいと意図を説明した。12度挑戦し、回転が抜けたものを除いて6度すべて点灯した。全然いい時のジャンプにはならなくて悔しかった。もっといいです。本当は、はっきり言ってめちゃくちゃ悔しかったので、悔しさをバネにして、自分の限界に挑み続けたい。 限界突破への道を歩む勇士がまた人々の心を照らす光となる次のオーディオビデオでお会いしましょう4月15日に開幕する2020-21シーズン最終戦となる世界フィギュアスケート国別対抗戦この大会への思いを誰かの光になれるようにという言葉にした羽生結弦 大会前にはこうコメントした。3月の世界選手権は良い演技だったとは言えませんが、それでも声をかけてくれる人たちは、勇気をもらえましたとか、希望の光でしたなどと言ってくれました。そういう言葉をいただいたときに、僕は、たとえ結果が良くなかったとしても、納得できるものでなかったとしても、誰かのために慣れているな、 という感じがしてそれを常に心の中に持ちながら演技をしたいと思いました公式練習が行われた14日会場となる大阪は新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多を更新したそうした中ハブは決意をこう述べている今大阪が大変なのは重々分かっていますし世界も日本も また僕の地元である宮城県や仙台市も大変なのは分かっています。今季は辞退した試合もあれば決断して出場した大会もあったその経験を踏まえた上で今僕ができるのはここに立ってここに演技を残して誰かの何らかの希望だったり心が動く時間だったり 本当に一秒でもいいから、誰かの中に残る演技をすべきだと思って、ここに来ています。ハブ受信。世界選手権が開催されたスウェーデン・ストックホルムから、帰国後の隔離期間が終了したばかりで、大阪入りしたのもこの日だった。同日午後の公式練習で、リンクに上がったが、着いたばかりで若干、足がふわふわしたところもありましたが、 それも含めていい調整はできたと話す隔離期間中はずっとホテル住まいで外出は練習を行うリンクだけという生活練習できる措置をとってもらえたことは本当に感謝していると話すが十分な練習ができたかと言われればそうではないというのが本音とも明かしたそうした状態もあってか一本一本のジャンプにじっくりと時間をかけ 氷の状態を確かめるように飛んでいたそれでもフリーの「天と地と」の曲かけ練習では曲が始まるとともに動きは一変し気持ちが入ってきたように見え冒頭の4回転ループをきれいに決めただが曲かけの前には2本をきれいに決めていた4回転サルコーデパンク。 次のトリプルアクセルプラス2回転トーループはしっかり決めるもその後の3回転ループは転倒と珍しい姿を見せた気持ちを落ち着かせるように時間を取った後、4回転ループからの連続ジャンプ2本はきちんと降りた最後のトリプルアクセルは重心が下がる着氷になって乱れ残りは滑ることをやめ ジジャンプののイメージの確認に没頭していた。ハブは得意とするトリプルアクセルを世界選手権のフリーでは2本とも失敗していたエキシビションではきれいに決めたが帰国後の練習量が十分でなかった影響によりわずかなずれをまだ解消しきれていない状態に見える曲かけ後にはショートプログラム SP のジャンプを通しで練習 最初の4回転サルコート、4回転トーループプラス3回転トーループはしっかり降りたが最後のトリプルアクセルはパンクしてシングルになったきれいに決まったジャンプがあった一方で前に大きくつんのめって手をつく着氷になるシーンもあるなどちぐはぐ感も残った珍しくトリプルアクセルに何度も挑戦する姿はハブ自身も 違和感を感ををじていることを伺わせたしかしながらハブは大会本番へ向けて最大限チームに貢献するためにもしっかりと演技に集中したい普段の試合以上に自分を律し普段の試合以上にいい演技をしなければいけないという意気込みを強く持っていますと言い切った万全ではないコンディションで臨む今大会そこで ハブに期待されるのは彼の持ち味でもある本番の集中力の高さだろう公式練習後のリモート取材でハブの落ち着いた表情を見てふと思い出したのは冷静に全てをコントロールし自分のジャンプを信じて素晴らしい演技をした2018年ピョンチャンボーリン SP の演技だった唖然とするしかなかった完璧な演技 状況は違うが、そんな羽生結弦の凄さがまた見られるのではないかという期待感が心の中でひそかに膨らんできた次のオーディオビデオでお会いしましょう。